チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯の後のデザートタイムっていうかドリンクタイムは贅沢メロンミルク濃厚バージョン飲んでみたいと思います。チャオ、あっちゃんです。前にね買ってきて美味しかったよって言った贅沢メロンミルク、これやっぱりね味が薄いやんか。煮詰めてみましょう。500cc よね。鍋に入れて火にかけます。とりあえず10分ぐらい煮てみようか。煮詰めましょう。はい、ちょっと待ちましょう。約ね、今で4分ぐらいね、5分ぐらいでちょっと煮立つぐらいかな。
約5分で煮立っていいね。よいしょ、で火を緩めて、危ない危ない危ない。ここから弱火、弱火で、弱火でじっくりじっくり、焦げないようにね、弱火で弱火で温めてみましょう。さらに5分いきます。10分まで放置しておきましょう。できたらね、3分の2ぐらいまで煮詰めたいね。3分の1煮詰めてしまいたいなと思ってね、弱火でこのまま放置しておきましょう。あ、こ500じゃない、400やわないよ。400やからせやね、300、250から300ぐらいまでは煮詰まりたいやな。ちょっと火を強めてみたらやっぱあかんな。沸騰させたらあかんね。ゆくやからマックできるね。混ぜましょう、混ぜましょう。
で約ね、10分見ました、スタートから5分ぐらいで沸騰して、そこからさらに5分煮込み、これちょうど今5分、さらに5分煮込んでみましょう。で5分煮詰めるともうちょっと減るかな、5分ぐらいでは減らんかな。でも5分じゃないね、沸騰してからやから10分目なんでね、これでね、今ちょうどね5分経過したところだから、さらに5分なんで、退屈です、はい、かなり退屈です。ちょっと火を強めてグツグツさせたんだけど、今7分目で沸騰してからちょっと減ってきてる気がするね、最初のこと思うと。焦げはしてないけどね、膜ができてくるね。今沸騰してから8分目です。今9分目。だいぶ減ったね。夢1センチぐらい下がったね。かなり煮詰まってきた。
5、4、3、2、1、これでね、最初から15分、煮立ってから10分煮ました。さらに5分煮込んでみましょう。最初からもっとかなり油面が下がった気がするけどね。何 cc ぐらいまで煮詰まったでしょうか。味は濃くなったでしょうか。見る限りかなり油面は下がってる感じはするけどね。鍋をずっと見つめるのは退屈やね。減ってきたら結構こう煮詰まりが早いかな。皮ができたら皮を中に溶かし込む感じで混ぜていっとんねんけどね。鍋肌にくっついたものを下に落とすような感じで、旨味は全部閉じ込めていく感じで、何に本気になってるんだよ、やってて何をやってるんだよって気はするんだけどね。気はするんやけどいいんです。これが YouTuber です。それで12分30秒、あと2分30秒ぐらいは煮ようか。2分切ったよ。結構減ったね。3分の1ぐらい減ったね。ラストスパート、あと1分です。1分が終わるか。これ1時間ぐらい煮込んでさ、トロットロにして、コンデンスミルク、メロンミルク、コンデンスミルクにしても美味しいかもからね。ものすごい無駄やけど。20秒。12秒。
4、3、2、1、よし、これで20分トータル煮込みました。さあ何 cc まで減ったでしょうか。ちょっと入れてみましょう。50cc しか減ってないの？あ、違う、100cc や。ちょうど300になったね。うん、いい感じ、いい感じ。 300cc、100cc 減りました。はい、ということでこれをね、また子供と飲みましょう。ちょっと冷やしておきます。粗熱冷めるまで置いときましょう。はい、いかがでしたでしょうか。400cc のメロンミルクを 300cc まで煮詰めてみました。飲んでみたいと思います。300どころじゃないかな、こんだけぐらいしか入ってない。相変わらず自分のバカさ加減で笑ってしまうけどね。色はこんな感じ。あと子供ちゃんにあげよう。ちょっと半分かな。香りはね、メロンのいい香りやねん。いただきます。濃い、甘っ。メロンパンやな。これは美味しいよ。うん、メロンの風味もすごい増してるし、甘みが増してて、お願いします。森永さん、これで売ってください。いやーさ、これ煮詰めるのに20分かかったん。いや、美味しいわ。なんかメロンパンのパンみたいな味残って、うん、もうこれメロンパンドリンクみたいな感じ。あー、これはええわ。森永超贅沢濃厚メロンミルク。ちょっと待って。はい、森永のね、森永の、超贅沢メロンミルクです。はい。めっちゃ美味しいです。煮詰めて正解。うん、煮詰めて正解みたいな。違う。煮詰めて正解。コトコトと煮込む。緑色に光る。煮詰めて。ほんまに正直ね、20分煮詰めた甲斐がありました。これは美味しいです。はい。またね、これミニストップでしか見かけてないけど、またミニストップ行って買ってきます。で、今度は 200cc まで煮詰めてみようかな。マジ美味しいから、ぜひ、コト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 煮詰めてみてください。超贅沢なデザートタイム堪能しました。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで今日の、あっちゃんのおやつタイム、森永超贅沢濃厚メロンミルク、あっちゃんバージョン、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。超濃厚メロンミルクの作り方は、お鍋に入れて20分間コト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 と焦がさないようにゆっくりゆっくり煮詰めることです。はい、ぜひ、飲んでみたい人はミニストップで売ってるんで、買ってきて20分ぐらい煮詰めてみてください。次回もうちょっと煮詰めてみるか、なんかまた違うもの作るか、何かいろいろ考えてみたいと思います。まだ買ってきます。1個150円ぐらいでした。ではまたね、バイバイ。めっちゃ美味しいよ。